こんばんは、こんにちは。皆様、ようこそお越しくださいました。この日印イ,インド太平洋フォーラムにようこそお越しくださいました。私、日本国際問題研究所の理事長の支えでございます。このイベントをシン大使、インドのシン大使と今日お伝えしていますデリ。デリーポリシーグループ所長でいらっしゃいます。 さて、このセッションを始める前に、ここで、基調講演を双方の外務大臣からご紹介したいと思います。まず最初に林義正外務大臣、続いてインド外務大臣、ジャイシャンカル大臣からのメッセージを頂戴したいと思います。ナマスカル、こんにちは。 日、印両国の英知が結集する第4回日印インド太平洋フォーラムの開催にお祝いを申し上げます。国際社会は今歴史的変動期にあり、新型コロナの世界的な拡大による経済や社会への影響、海洋や経済における法の支配に基づく、国際秩序に対する挑戦といった様々な課題に直面しています。こうした中でかねてよりルールに基づく秩序。 法の支配の重要性を訴えてきた地域の主要国である日印両国が緊密に連携して共通の課題に対処していくことが重要です。本日のフォーラムのテーマは、自由で開かれたインド太平洋のためのパートナーシップです。日印両国が共有するこの自由で開かれたインド太平洋、いわゆる FOIP というビジョンは、新たな時代の安定をもたらすルール作りを主導するものです。 近年、その重要性が世界各国にも共有され、FoIP の実現に向けた日印両国の役割に対する期待も大きく高まっていると感じています。日印両国は、自由・民主主義・法の支配といった基本的価値と戦略的利益を共有する特別戦略的グローバルパートナーの下で、政治・安全保障・貿易投資・ 高速鉄道事業をはじめとする経済協力など幅広い協力を深めてきました私自身、先月外務大臣に就任後早速、ジャイ・シャンカル外相との間で電話会談を行いましたジャイ・シャンカル外相が著書で述べているアジアで最も自然な戦略的パートナーとしての日印両国の関係をこうした幅広い分野での具体的な協力を通じて さらなる高みに引き上げていくことで一致しましたまた東シナ海・南シナ海での力による一方的な現状変更の試みや経済的威圧への強い反対の意を改めて共有するとともにサプライチェーン強靭化等の経済安全保障の面でも協力を深めていくことを確認しました FOIP の実現に向け日印のみならず日米合意での協力も着実に進んでいます 本年9月にワシントンで開催された初の対面の日米豪印首脳会合で4カ国の首脳はポイプの実現に向けたインド太平洋地域への強いコミットメントを示しました。その上でワクチン重要振興技術気候変動等の分野で実践的な協力が着実に成果が積み上げられていることを歓迎しインフラ宇宙サイバー クリーー、ンエネルギー人的交流等の分野ででも協力を進めてていいくことで一致しています日本は FOIP の実現に向けてこのように志を同じくする多くのパートナーとの連携をさらに進めていく考えですアジアで最も自然な戦略的パートナーであるインドはその中心にいます日本はインドが掲げるインド太平洋海洋イニシアティブの下で 連結性を強化するための取り組みをリードしておりこれを力強く後押ししていく考えです日印両国は来年外交関係樹立70周年を迎えます本日のフォーラムでの活発な議論により大きな潜在性を秘める日印両国の特別戦略的グローバルパートナーシップがこの節目の年にさらに大きく花開くことを期待しています 本日ご臨席の皆様にも、引き続きご協力をいただければ幸いです。ダニアワード、ありがとうございました。ありがとうございます。では、シャイカンカール。大臣のメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。参加者の皆様。 私、今朝、皆様とともに第4回日イ,インド太平洋フォーラムに参加でき、嬉しく思います。主催者、デリー・ポリシー・グループ、そして日本国際問題研究所に対し、このイベントを定期的に開催されていることに祝意を表したいと思います。皆様ご存知だと思いますが、日特別戦略的グローバル・パートナーシップが大きな進歩を見せました。そして、我々の 相手の見方が非常に修練ししてままいりました。このコンテクストでこのフォーラムは非常に次元にかなと思ったのでありますし、そして、えー、両国の官民の人々がディスカッションして、新しいアイディアを持って パートナーシップを特に共有したビジョンというもとで行うことが素晴らしいと思います。この地域で残っている新たな状況というのはフォーカスがインド太平洋地域に移ってきているということになりますし、そして互換性が旅行客で高まっています。したがってパートナーシップも強化されています。モディ首相がインド日本関係を最も自然な関係であるとパートナーシップであると言っています。ただ単に入国間の 関与が高まっているというばかりでなく、コーディネーションも高まっている、そして関与が志を同じにする国の中で見られています。国国間間でででももまた、他の関係そそうです。そして、 決定的な形で動きをする、この自然なパートナーシップがさらに高まっていきます、首相が言っていることですが、これは十分な役割を果たしていくことができる。両国にとってのメリットがあるというばかりなく、この地域における平和、範囲、そして安定性のために貢献します。インドと同じように、日本もやはり海洋国であります、そして経済の進歩、そして安全保障が自由。 および開か自由で開かれたインド太平洋に維持して依存しています。そして今現在、さまざまな一方的な現状を転用するような試みなどといった行動が捉えられている中で、我々は、 平和安定が脅かされているというこのような状況に立たされております。このような文脈の中で日印は双方ともに重要な役割を果たせる主要なこの地域の国であります。この地域の安全保障に大きな役割を果たし、そしてインド太平洋における我々の協力なパートナーシップは極めて重要であります。同時にまた経済面におけるパートナーシップも重要であるというふうに考えております。今日 インド経済は再び経済成長へと向かっております。そういった中で日本企業が改めて投資をする機会が待っていると思います。モディ首相の言葉 G20 での発言ですけれども、インドは信頼される国として、さまざまな医薬品、IT、その他の製品を供給する国として、確立していると言っています。 私たちは革新的なパートナーシップを製造部門においても構築しなくてはなりません。自動車部品、そして電子部品などであります。そして両国政府が適切な政策枠組みをさまざまな分野で実現しなくてはならないと思います。そういった中で日本企業の皆様には積極的にさまざまなスキームに参加していただきたいと思います。生産などを検討していただければと思います。我々の国々そして世界が気候変、 変動という課題に直面する中、我々は今現在、低ーター素化へと向かっております。そしてこれによってまた新たな機会が生まれてくると思います。我々双方ともにグリーンなパートナーシップを構築すべきであります。日本がこの インド太平洋海洋イニシアティブのコネクティビティのリードを務めていること、これもまた大変重要なことであり、このイニシアティブ2019年にモリー首相によってスタートされたもの、これからも重要な役割を果たすと思います。日のパートナーシップ、これは単に2国間だけにとどまるものでありません。今後はますます同じ考えを持つ他国間での 場を生かししていくべきでしょう。日、イン、米、そして豪州、フランス、そしてまたイタリアなどといったさまざま参加国の枠組みでも我々共有する価値観を追求すべきでしょう。また、 アメリカ、オーストラリア、えー、と組、えー、んでいるクアッド、えー、これもまた大変重要であると思っております。私たちはこの地域でおける取り組みとしては極めて重要であると思います。来年は、えー、我々、えー、日本と、えー、の、えー、外交、えー 関係70周年になります。そして私たちは合わせて独立70周年を迎えます。双方ともにさまざまなイベントを予定しております。極めて重要な節目な年になるというふうに思っております。それだけに皆様、本日の この話し合い、競技が大変有意義なものになることを記念し、皆様からのご提言を楽しみにしています。ありがとうございます。イン大使。ありがとうございます。私、ここで一緒に参加できることを嬉しく思っています。他のパネ リストの方々と共に、この公開フォーー、えー、セッションに参加者の皆様にお歓迎申し上げます。まず最初に、前回のフォーラム以降、大きな知性学的な変化がこの地域で見られました。それによって共通の課題が明らかになりました。これが我々の考え方にも影響を与えました。前のセッションで我々はさまざまな共有の 関心事項について話をしました。そして、より強いベンチマークを作っていくことで、外科的、また戦略的な調整を行うことが必要であるということに合意いたしました。それによって、えー、自由で開かれたインド太平洋のためのパートナーシップを進めていくということです。両国そして、そして両国の外交、そして企業、また民間部門は大体同じような考えをしていると思います。そして、期待することは、では、協力をすることによって、 両国が直面する課題に、海洋民主,国民主主義国としての課題に対応していくことができると思います。では、早速、パネルディスカッションに入りたいと思います。では、佐々江大使から最初のパネリストをご紹介ください。ありがとうございます。新大使、ありがとうございます。では、最初に、菊池努先生をご紹介いたします。 日本国際問題研究所の上席客員研究員であり、青山学院大学の教授です。では、菊池先生、お願いします。支えたいありがとうございます。えーえー、再び、えー、日印、インド太平洋フロアも求めて大変嬉しく思っております。私、今5分ということですので、短くスライドを共有させていただきながらお話したいと思います。えー、さて、えー 本フォーラムの議題。これは FOIP であります。自由で開かれたインド太平洋というテーマであります。今日は私の方から、は、クアッドについてお話をし,したいと思います。クアッドがこの FOIP の実現に向け、どのような貢献ができるかを話したいと思います。 この地域における秩序構築にどういった役割を果たせるかについてお話したいと思います。あと、私が見る限りにおいては、これはフォースマルチパイアであるということで、まあ、力を増幅させる、そういった手段になりうると思っております。さて、この安定した秩序のためには、2つの要素が必要であると思います。まず、力の均衡が必要です。力の均衡。 これこそが安定した地域、秩序を持たせます。また、地域への秩序、これは関係国から受け入れられるものではなくてはなりません。つまり、正当性がなければなりません。したがって、私の今日申し上げたいことは、クワッドはもうすでにこの力の均衡に貢献をしとおり、 そしてまたインド太平洋における正当性を得ているということであります。そしてクアッドは自由かつ開かれたルールに基づく秩序の実現において役割を果たしているということであります。クアッドはこの先もこのフォースマルティプライアとして役割を果たせるというふうに思っております。これは単に話し合いの場ではありません。 さて、まず、ここで、イクワッドはどのようにして、この力の均衡を支えているかということですけれども、ここ数十年間、この同盟のネットワーク、アメリカを中心としたこのネットワーク、例えば日米同盟、 米豪同盟などでいたもの、これらこそがルールに基づく秩序の最も重要な要素となってきました。同盟は引き続き、この先も重要性を保つと思いますが、しかしながら、この力を均衡を維持するためには、従来への同盟のみに頼ることはできないと思っております。中国の国力は増す中 今必要なのは、さらなる追加的な手段であります。中国の力との均衡を保つための追加的な手段が必要であり、クワットがその追加的な要素になると思います。地域の力の均衡を維持するための要素であります。では、どのようにしてクワットはこのような力の均衡を維持する上で貢献できるのかということですが、 まあ、クワッドはだ、えー、極めて、えーえー、NATO のような、えー、確立された機関、えー、制度になるという可能性は少ないと思います。えー、また、えー、そのようなものは必要ないと思っています。アジア版、NATO といったようなものは必要ないと思います。えー、しかしながら、だからといって、えー、クワッドあの機能、 この力の均衡を保つ上での力、これが何社機能、これが小さいということではありません。まず、クワッドは、この4つの国々が深くインド太平洋の問題に関わる、そういった枠組みとなっております。安全保障、防衛も含めて関わっております。そして、またクワッドは、 アメリカのインド太平洋への関与を持たす重要な手段となっています。アメリカの本地域における関与、これは今後も引き続き地下の均衡を維持する上で不可欠であります。また、アメリカが積極的に関わることによって、インド太平洋諸国、インド、日本、東南アジア国々にとって、これは極めて重要な拠りどころとなります。また、 日本、インド、オーストラリアが地域安全保障に関与することがより容易になっています。オーカス合意がアメリカ、イギリス、オーストラリアとの間で最近結ばれました。さて、2つ目ですが、クワットの強み。これは柔軟性ある。 重層的な体制にあるかと思います。クアッドの協力、これは単にこの4カ国すべてが同時に行動を取るというだけのものでありません。クアッドの協力は重層的です。例えば4カ国間の中でも2カ国間、3カ国間の協力といったものも含まれます。 クアッド4カ国の中での2カ国、3カ国の連携、これはクアッド全体が効力を発揮する上で重要な基盤となっています。これまでのところ、2カ国間、3カ国間、4カ国間への協力、これらはいずれもお互い補強し合う、そういった関係性を持っています。マラバール海軍 共同演習はまさにそういった例だと思います。最初は米印の演習としてスタートしました。その後、日本が参加をし、もっと最近ではオーストラリアも参加するようになりました。また、軍の4カ国の軍の,この総合運用性の強化にもつながっています。 さて、次ですが、クワットの地域における正当性を持つということ。これが地域の秩序には不可欠であります。そんな意味で、クワットの拡大、クワットプラスのプロセス、これが大変重要になってくるかと思います。その意味で、私たちは、 米中関係の先を見なくてはなりません。インド太平洋には多くの国、地域、組織がこの地域の将来に大変大きな関心を持ち、利害が関わっているところがあります。そういった中で、このクアッドに入っていないアセアン諸国などがクアッドとの協力を持つこと。 これもまた、クアッドの正当性を高め、インド太平洋におけるクアッドの役割を強化することにつながります。我々わしばしば、この米中への緊張関係のエスカレートに目を奪われがちですが、しかし、インド太平洋の将来は、米中のみによって決まるものでありません。 インド太平洋諸国、中小の国々の取る今後の政策も、またインド太平洋の今後に大きな影響をもたらすでしょう。アクアットは非常に柔軟性を持った体制、構造となっております。

制裁に対抗する力を与えることになるでしょう。そしてこれがクワッドプラス X によって実現します。また、各国のレジリエンスをインド太平洋において強化することによって、多くのこの域内の国々は自由かつ開かれたインド太平洋の維持のため、責任、 並びに費用を負担することになるでしょう。したがって今後数十年にわたって、これらの取り組みによって、より安定した多極化したインド太平洋の通常になるかどうか、これは単に米中関係のみで決まるものでありません。 そしてこのような取り組みは日銀の戦略的利益にもかなっていると思います。ご清聴ありがとうございます。以上でした。菊池先生、ありがとうございました。芝原大使いらっしゃいますかはい、聞こえますかどうぞ、どうぞ、ご発言をお願いいたします。ありがとうございます。このような機会をいただいて私の考えをお話しさせていただきありがとうございます。 フォイクについてのお話をさせていただきます。そしてクワッドということです。いくつか5分間でいくつかお話ししたいと思います。非常に大きなテーマであり、そしてなかなか短くするのは難しいんですけども、あらゆるストックメントをこんな短い時間でお話しするのは難しいんですが、やってみましょう。まず最初に自由で開かれたインド太平洋といったときには、 いろいろやりましたけれども、中国はさまざまな島を南シナ海において占拠し、そして領土,を領土を主張してまいりました。そして,て ADS、e、の能力を持ってまいりました。そして長期的な意図として。 南シナ海をペイジンのリンクであると考えています。ですから、実際にこの方向に動いていることは明らかであります。もう一つの懸念としてアメリカは非常に大きな安全保障のアセットをこの地域に持っております。そしてアメリカの面まで行っています。非常に多くの基地を持っております。そういった目の前で行われているということです。しかしかながら 中国を抑止することができませんでした。ですから、中国が拡大をするのを容認してしまった、この地域において。そして今では、全ての国が失敗したということで、その中で自由で開かれたインド太平洋の議論をしなくてはなりません。ASEAN アアはフィリピンも含めて責任を持っています。この状況に責任を持っています。外交的な意味において責任があります。といういのも そして仲裁裁判所などでは良い判断が下されていますが、しかしながら十分それを活用することができてこなかったということです。今は行動規範の話をしています。しかし、この結果として中国がこれまでに得たものを逆転させることはできません。行動規範は不平等な方。 当事者の間で議論がなされていますので、果たしてどのくらいこの行動規範が中国を抑止することができるのか明らかではありません。アメリカがこの地域にプレゼンスを持っていても抑止することができなかったんです。そして主要な大国、日本などとの紛争が存在しています。ですから、果たして引き続きその道を行動規範にもかかわらず進んでいくのかどうかということは分かりません。 誰がこの行動権を実行するのかということが明らかではありません。アメリカ、日本とかインドとかそういった国ができない、特にアセアンも独立を意思決定において維持し、そしてバランスの取る役割を中国と、そしてアメリカとの間で取っていくことができるかというのが明らかではありません。実際、アメリカの信頼性が疑問視されています。こういった展開ゆえに。そして 特にアフガニスタンからの撤退の後にはそれがさらに明らかになってまいりました。中国は他国が一緒になって中国に対して拡大主義ということで対抗しているというふうに考えているにもかかわらずしかしながら習近平氏のこれまでの発言を見ますと例えば台湾に対する態度などを見ますと。 自由かつ開かれたインド太平洋というコンセプトは中国を抑止していないということが明らかです。政策を実行するのにおいて阻止していません。そしてまた公開の自由のオペレーションですけれども、これに関しても12回り、中国が占有しているところからの12回りというところで、ある意味おきましては、これをもうすでに既成事実化してしまいます。果たして よく理解されているのか、いかに中国が批判、そしてその他のアレンジメント、取り決めでこれまで作られたものをどのように見ているのか、中国の拡大主義の結果としてできてきたものです。確かに中国はこういった動きをしていますけれども、果たして少なくとも私、内部的な考えがどうであるのか、習近平氏は。 国内的な力の結果として、こういった道を進んでいるのかどうかということは分かりません。これは答えのない疑問です。そしてこれが将来に大きな影響を与えるわけです。それから、アメリカとヨーロッパが中国に対してどういった姿勢を取るのか、共有の利益あるところでは協力をし、そして、 必要このフォーミュラによって、このフォーミュラーはアメリカ、その他の国が、その関係を、中国との関係をマネージする余地を与えます。いろいろな要素というのがまだクリアではないからです。ですから、協力は果たして、対立よりも重要になってくるのかどうか、競争が唯一の答えなのか。 とということが明らかではありませんですからこのフレキシブルな公式フォーミュラーということは付けして確信を与えていくものではありません。アメリカは極端な競争という話をしていますけれども、果たして中国の除雪作戦に関して分かっているのか、どこが彼らのプレッシャーポイントであるのか、他の人がその点を押せば、押すことができるか、そうすれば正しい道に戻ってくるかどうかということが明らかでありません。またヨーロッパの連結後もありません。例えばリトル 中国とリトリニアで同じタクティックを取っていないということで、それスによって行動を取らせることができるかというのが明らかではありません。さて、ルールに基づく秩序の話をしていますけれども、誰もそれが何であるかということの定義をしていません。それは国連憲章なのか、それとも国際法なのか。 また、経済の側、UN クロスなのか、WTO なのかということは明らかでありません。経済的な側面に関しては、アメリカは TTP にはから脱退しています。これがある程度制約となっています。効果的なアメリカが果たす役割、経済的な役割に関しては制約となっています。この点に関しては、私が話をしています。日豪が一緒になって、RCEP、 を持っています RCEP を中国に対して示していくのか、ここには矛盾があるようです。経済的な依存性を、中国への依存性を減らしていくということ、そしてできるだけディカップル、中国からディカップルをするということ、そして総合依存から離れていくと。そうなりますと、TPP ばかりでなく、インドにも。 参加が求められると,ということはより多くのサプライチェーンが輸として中国は大きな経済的なベースを与えることになっています。それによって経済的な能力が高まるということで、そして軍事能力も高めている、そして既存の政策を実行するというのが中国の状況になっています。ですから、どういった議論になるのかが明らかではありません。が果たして、 日本語衆に実際に効果的に中国を不時計込めることができるのかとその商、商業的な重症主義的な政策とか、経済的な強圧的な立場を抑えることができるか、そのためにはもっと経済的に力を,力を行使しなくてはなりません。TPP に関して、その どうなるのか、何が参加できるのか、どういった形なのかということが明らかではありません。そして共通の価値ということなどを考えたときには率直なところ、大きな妥協としては民主主義の原則によって行われています。アメリカ自身、そして日本、この同盟国が中国に。 このような経済大国なの機会を与えてしまいました。今もアメリカ、日本、オーストラリアは今でも中国と非常に大きな貿易、投資関係を持っています。中国は民主国ではありませんが、そして習近平自らこの欧米への価値自らの戦いにおいて生かしていると言いつつも、 違っています。インドはそのような中でロシアに対してえ自らを,をインド太平洋の国としてみなすべきだということをえ働きかけていますそしてインド太平洋においてロシアも大きな利害があることを働きかけています私たちはえこのウラジオストックの回廊のコンセプトを打ち出しています私たちはロシア急 極東に投資をしようとしてます10億円のクレジットラインを提供しておりますしまた北極圏においてこのパイプラインを構築するそういった北極海の回路が生まれればロシアと 中国との間の、まあ、大使はロシアとインドの関係性が強化されると思います。私たちはロシアの極東にそのような投資を予定しています。そしてそれによって、またロシアはインド太平洋によってより多くの国益を持つようになるでしょう。最後に、この,まああのソフトパワーのアジェンダですけれども、私たち安全保障、 カスてのように、このハードセキュリティ、カードな部分だけを考える間違いだと思います。まあ、安全保障といえば、この,あの軍事的なことばかりを考えます。これは今の世界では通用しません。すべてが紛争によって解決するという、そういった時代ではなくなっています。ですから、今の本当の戦い、それは言うなれば、 ソフトセキュリティというふうに表現できるかと思います。ソフトの安全保障、サイバー、宇宙、また、進行技術、電気通信、デジタル化、5G、AI などなどといったような分野であります。つまり、この包括的な国力を持つことが重要であります。でそのこともまた、我々が一緒になって取り組めば、 それは実現できると思います。そしてそのような国力を持つことができれば、抑止につながるでしょう。中国に対する抑止力になります。<noise> これは、私、えー、生学的、そして経済的な部分が重要だと思います。インドはこのような、より広いクアッドを別指しておりますが、しかし、これはあくまでも、この。 中国に対抗できるため、力を持つことが必要だと考えています。最後になりますが、ASEAN の中心性ですけれども、この2018年に、このシャングリアの場でも話されたことですけれども、 あのこれから ASEAN アアの結束を維持すること、一体性を持つこと、そして関与させ、この地域の安全保障の中心に自分たちはないというようなことを考えてもならないと思います。それからまた ベトナム、インドネシアといったような国々に対して働きかけも重要だと思います。彼らもまたえ一緒に取り組む必要があります。しかし、そのためには、アジアにおいて長期的なこのクアッドの意図に関する誤解があっては実現できないと思います。それからもう一つ最後に、私たちクアッド、 に、この陸上の安全保障を委ねるつもりはありません。インドは主要なインド洋における役割を果たせると思います。インド洋の安全保障、インドをなくしては実現しません。私たちインドがインド洋において一番大きな存在であります。今現在、この海軍の このアクセスを開発しようとしてます私たちはフランスなどと負担分担をしております 国連安全保障理事会へのサミットにおいて、8月初めて、フランスにおいて、フランスが、このインドがネットセキュリティプロバイダーであるということが言われました。それだけに行動点に関して話し合うべきだと思います。特に今、西太平洋などを中心に考える 必要以上にはないと思いますが、しかし、ここの部分も考えていかなくていけないと思います。そして、ここでもまた、この日米、イン、ゴが一緒に取り組める部分があるのではないかと思います。もう5分を超過してしまったと思いますが、本来であればもっと申し上げていることはあったと思いますが、また後ほど機会があればと思います。ありがとうございましたありがとうございます。素晴らしい形で。 この地域における状況をご説明いただきました。シバル大使が多くの問題を提起されました。我々が先にする中で考えなくてはならない問題です。我々自身の安全保障というばかりなく、この地域全体の安全保障の問題に問いを投げかけてくださいました。では続いて、野口一長、防衛省。 防衛政策局次長にお話をいただきたいと思います。野口次長、お願いいたします。ありがとうございます。インドの皆様、こんにちは。そして日本の皆様、こんばんは。私、野口康でございます。防衛省の防衛政策局次長でございます。私、昨年続き、今回も、 インド太平洋フォーラムに参加させていただき非常に光栄でございます。ここで心からの感謝の念を日本国際問題研究所の佐井理事長そして DPG の新所長に対して感謝の念を表明したいと思います。まず最初にインドの皆様に対して2週間前の痛ましいヘリの墜落事故で 初代国防参謀長であるリピン・ラワット・陸軍大将とその夫人を含む14名の尊い命が失われたことに心から哀悼の念を表します。ラワット・陸軍大将は国の防衛及び日印の防衛協力を進化させていく上で多大な貢献をなされました。日本とインドは基本的な価値を共有しています。そして アジア及び世界の平和と安定、繁栄に共通の利益を有する特別な戦略的グローバルパートナーです。両国は安全保障分野においても海洋安全保障をはじめとして幅広く協力を推進しており,おります。本日は参加者の皆様に日印防衛協力の 進展についてご紹介をさせていただきます。今、まだ新型コロナウイルスに対しては、ワクチン接種の普及など、感染拡大防止に向けた取り組みが世界的に進められています。しかし、新型株の発生が相次ぐなど、残念ながら現在においても、その影響を排除するには至っておりません。 こうい局間においても、依然として厳しい著しい制約を受けています。往来や接触を伴う訓練の実施が見送られるなどの状況がございます。しかしながら、そのような中にあっても、パンデメントの中においても、我々は電話やオンライン会議を活用して交流を継続しています。例えば、本年6月には、航空幕僚長が、 インドの空軍参謀長と電話会談を行いましたし、また陸上幕僚長がインド陸軍参謀長とオンラインによって会談を行っています。また、防衛省は外務省がオンラインで開催した第6回日印海洋対話にも参加を行いました。また 訓練に関しては、隊員間の接触が比較的少ない海軍士間の訓練を中心に継続しております。共同訓練ということで、市として海軍士間の訓練を中心に行っています。密接な接触が少ないからです。今年度にには、4月に 共同の訓練ラペル、ラペルーズを実施いたしました。これはフランスが主催したもので、日本、フランス、アメリカ、ゴッシュ、インドが参加いたしました。6月には2つの日印共同訓練がインド洋及び東シナ海において実施されました。10月にはインド太平洋方面派遣部隊がジメックスを実施しました。インドのの海軍の 感染や航空機が参加をしてベンガル湾で行いました。こういった形で多数の訓練を重ねて、我々両国は連携を強め、そして戦熟技量を向上させております。昨年、マラバールが訓練が行いれました。これは日イン米豪の4カ国が実施し、大きな注目を集めました。今年も引き続き続日米豪の4カ国が グアム周辺海域及びフィリピン海において8月から9月にかけて訓練を実施しましたし10月にはベンガル湾において訓練を実施しました防衛省及び自衛隊としては民主主義や法の支配といった基本的な価値を共有する日米豪の4カ国が緊密に連携していくことは自由で 開かれたインド太平洋の維持・強化を進めていく上で極めて重要であると考えておりこうした観点からも今年のマラバル2021が日米インゴーの四カ国により実施できたことは大変意義深いと考えていますまた陸,軍の陸空の両軍種においても新型コロナウイルスの状況を踏まえつつ共同訓練の実現に向けて検討・調整を続けているところです 日インアクサが昨年9月に調印に至りましたが、それが本年7月に発行しております。これは7月に発行したものであり、この協定の結果として、物品育務の相互の提供を円滑に行うことが可能になりました。共同訓練を含むさまざまな機会において、 提供が可能になりました。そのような有効な活用によって今後の日印間の防衛協力協力が一層強化されることを期待しています。人的交流としては本年1月にインド国防大学に海上自衛官1名を発遣し,派遣し1月末に国防安全保障戦略研究課程を終了して帰国しています。インド,からインド側からは4名が防衛研究所や 陸自、海示、空自の高級幹部課程に派遣されています。さらに、インド海軍がインド洋地域情報融合センターを2018年12月に開設いたしました。2020年3月以降、在院日本大使館付け傍中館を兼務派遣しております。本年12月現在で 情報共有に関わっています。インドの海軍のスタッフと連携して、8カ国の国際連,携連絡官としてやっています。米豪、英仏、西を含む8カ国の国際連絡官、およびインド海軍のスタッフと連携して情報共有しています。防衛 通協力に関しましても日イ双方のニーズを洗い出し具体的な装備協力案件の情勢に向け協議を重ねていますまた技術協力についても防衛装備機長とインド国防研究開発機構が、U、gb ロボティックスのための画像による位置推定技術に係る共同研究を2018年7月に開始しており順調に研究を進めています。防衛省自衛隊としては新型コロナウイルスの状況や両国を取り巻く地域の情勢を注視しながら今後も日賃の防衛 理局間が緊密に連携を図り、自由でか開かれたインド太平洋の維持、強化のために一致してさまざまな課題に当たっていくことが必要であると考えております。ご清聴どうもありがとうございました。これから皆様と良いディスカッションできることを心待ちにしております。ありがとうございました。 日インの防衛協力の現状についてお話しいただきありがとうございます新しい取り組みがあることを伺い大変感銘を受けました技術開発も含めて連携を図っていらっしゃるとのことを大変感銘を受けましたでは新 省庁、インド側のご紹介いただけますかはい、ありがとうございます。では、次、アニル・チョプラ、元東部、西部方面、海軍司令部、最高司令官、元インド、沿岸警備隊、長官、アニル・チョプラ、中将お願いいたします。はい、ありがとうございます、大使。えご参加の皆様方、こんにちは。 この度本フォーラムに参加できますが、大変光栄に思います。自由かつ開かれたインド太平洋の実現。そのためには、さまざまな努力をさまざまな人々によって行うことが必要でありましょう。政治、外交、軍事面、全てにおける取り組みが必要であります。日本とインドは特別な 文明、地理的、歴史的なえこの取り組みを受けるえ役割があるということを皆さんご意図いただけると思いますえそのえ。クワッド、これは非常に広範にわたる強力な場となっています。4つの民主国による協力の場となっています。まあ、それだけにえクワッドの軍事的な側面を生かし、目に見える。 ようにするべきだと思います他のハードセキュリティオーカスなどといったものがインド太平洋の中に出現したとしても慎重ながら目に見えるものにしなくてはいけないと思います。そしてこれは全体的なインド太平洋における抑止力を強化することにつながるでしょう。そして必要な力の均衡を持たし、安全保障を持たすものとなるべきであります。 これは中国が今、享受しているこのような状況をさらに悪化させてはならないと思います。日印はそれぞれインド太平洋の離れた場所にあります。それだけに両国はこの演習を続け、そして軍同士の相互運用性を高め、 まあそれだけにさまざまな共同演習を続けるべきでありましょう。マラバールなどといった取り組みが必要でありましょう。この先、双方のエネルギー安全保障をインド太平洋地域において確保しなくてはならないことを考えた場合にも必要であります。このような取り組みをするために軍事同盟が前提でありません。 この相互運用性というのは、このコミュニケーション、データリンクが互換性を持つことによって、すぐに実現するという考え方がありますが、これは間違っています。相互運用性にはさまざまな戦術的な、また人的な側面があります。そして定期的な共同演習のみによって、双方に必要な信頼が生まれ、 え、それによって有効なえ力を発揮することができます。えしかしながら。このように即運用性があるえ。この防衛え。機関同士であったとしても。えこの？ 能力ある軍であったとしても、きちんとしたコーディネーションが必要であります。そしてそれによって抑止力を発揮することができます。それぞれに一緒になって、いち早くそのような有事が起きた場合には対応できるような、そういった連携をする、そういった能力を見つけることができれば。 有効になるでしょう。えそして、マラバールは、4カ国の海軍に限定されるべきでしょう。えそして、その中で信頼を勝ち取り、えそれによっては抑止を実現しなくてはなりません。えまた、えこのシナリオを幹部のレベルで作ることが必要でしょう。えそして、 有事に備えることが必要です。これもまた同じ価値観を共有する国々において可能であり、必ずしも軍事同盟が必要でありません。クアッドとは別に日印の強力な二国間関係はこの地域において必要なメッセージを発信することができます。そして自由 開かれたインド太平洋、このインド太平洋の双方の端から同時に発信することができます。そして中国による誤算を防ぐことができます。この2つの海の修練、これは我々行動で示さなくてはなりません。そしてそれをするためにはいろんな手段があります。必要な挑発なしにこれができます。 これは地球上の人類として必要なことだと思います。そこでいくつかの可能性について研究したいと思います。日印は、海洋におけるビジビリティ。 視認性を高めることが必要でしょう私たちは西大西洋、そして日本は東側において、視認性を高めるべきでしょう。そして自衛隊はブルーウォーターの能力を高めるべきでしょう。南シナ海における、おいてインド海軍は定期的に西太平洋において海を横断する。 そのような作戦を進めています。今、限られた中でもそのような活動を進めています。そして、これは単独で行うことができますしまた、共同で行うことができるでしょう。共にこの2つの海をつなぐ海峡においてパトロールをすることが可能でありましょう。一緒にやらないまでもコーディネーションが可能であります。そして、またこのアクサ のえーえー、実,実行が必要でしょう。これもまたコミットメントも出すことができるでしょう。私たちが目指す FOIP の実現につながります。そして最後に、えー、日本、えー、と、えー、インドの、えー、防衛装備における協力も必要です、えー。これは双方にとって必要なことであります。えー、最後 このような制度化をする、そして共同演習を行うことによってさまざまなハードルがあります。単にこの戦略的な取り組みにを見て挑発的である、なしはエスカレートをしているというような軍事的な行動として捉えるようなそういった見方がある、のみならずさまざまなハードルがあります。 私たちはこのような取り組みの中で対紛争を避けなくてはなりません。そしてソフトセキュリティを目指すべきでありましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。チャプラ、中長、ありがとうございます。おっしゃったことは、最後の部分でおっしゃったこところですが。 シバル大使がおっしゃったことと同じ点があります。全体軍事というばかりじゃなく、それ以外の経済的な、またその他の要素も使っての抑止、全体的な抑止という話でございました。ヘマントさん、よろしければ、まず最初に。 基本的な質問から始めたいと思います。シバル大使が挙げられた問題です。ご質問です非常に。おっしゃったこと、非常に関心を持ちました。基本的におっしゃったことは、抑止ということでは、中国の拡大、海,海洋への拡大、また他のところでの拡大が行われている努力をしているにもかかわらずですけれども、実際に我々が抑止していないのではないかということが、最初のところにおっしゃったところです。 発言の中ででおっっしゃった点です中国の拡大中、南シナ海での拡大が存在している。これを押し戻すことはできるんでしょうかどこ,にどこに赤い線を引くのか何かそ,れその合意はあるんでしょうか台湾の状況など を考えても、シバル大使がおっしゃったように、しかし一方で対立する要件があります。その中で、どのようにクワッドをもっと強いものにしていくことができるのか、拡大すると、必ずしも制度的にということではなく、2国間で、あるいは3か国間で強化していくことができる。 なのでしょうかそして、チョプラ、ー中将がおっしゃいましたように、クワッドは結局、生き続けなくてはならない、軍事的な要素を維持しなくてはならないと、全体としての抑止の中で、軍事的な要素も維持しなくてはならないとお話でございましたけれども、アセアンのパートナーに対してこれは警告を鳴らしているんでしょうか、アセアンはかかりたくないと、こういった大きな 力の対立には関わりたくないと言っています。2つの超大国、そしてえその友好国である。それに関わりたくないということ、姿勢を示しています。非常に難しいジレンマとなっていると思います。私自らの二国間の戦略的な関係を拡大する。 インドとの関係を拡大することが必要であるということはその通りだと思います。インドは引き続き我々にとって重要なパートナーです。でも、一緒にどうやってやっていくことができるのか地域の戦略的な安定のコンテクストで、どのようにやっていくことが必要なのかそのためには、もっと深いディスカッションが必要だと思います。ここで皆様からのご発言を受けたいと思います。マント はい、ありがとうございます。大変内容豊かなお話を伺えたと思います。パネシストの皆様の方からいろんなアイデアを出していただいたと思います。このジレンマ、インド太平洋、自由かつ開かれたインド太平洋におけるさまざまなジレンマもあると思いますし、そしてそれに関する意見ですが、やはりこの さまざまな手段を講じることが必要であるということだと思います。本当にえこのような課題を克服するためにいろんな手段が必要であると思います。えー、そして大使、まあ、も。 言われたように、このチョプラオクチャブシーも言ってましたけれども、このインド太平洋における対立が起きた場合、これは、まあ、あのこれを元に戻すというのは極めて難しいことだと思います。まあ、インドを見ますと、これはそもそもこの西太平洋において起きたことであり、そして今、南シナ海は中国が非常に 積極的に拡大を図っておりますでここは日本とインドが必ずやもっと連携をするべきだと思いますし、できると思っています。海上安全保障。これは私たち、もちろん貿易、エネルギーの供給、海に依存しているから、その点からも考えても重要だと思います。そこで1つか2つ。 問題提起をしたいと思います。日本のパネストの方々への問題提起です。菊池先生にお聞きします。日本はすでに非常に大きな影響力を東南アジアにおいて持っています。大きな役割を果たしています。この役割が 中国にとって変えたならば大変いかに思います。ですので、外交、安全保障、経済的な手段によって東南アジアにおいて日本の影響力をさらに強化できるのか、そしてそれによって自由かつ開かれたインド太平洋が実現すると思います。そして、また野口次長には、私たち、 いろいろな課題に我々は直面しておりますしあの、いろいろなフォーカスがありますが、私たち、えー、まだこの課題に十分取り組んでいないと思います。ですので、野口次,次長にお聞きしたいと思いますけれども、防衛、国家安全保障,保障において、 えこのもっとこれから、まあ、2014年から、えー、いろんな努力はされていますが、今後、さらなる変化を期待、えー、が起きるんでしょうかそれとも、まあ、インドから見ますと、私たちは常に,、えー、により、えーこのえー、日本からのさらなる安全保障を求めてきましたけれども、何か今後、新しい取り組みがあるでしょうか、えー、菊地先生の方からまずお答えいただけますかそしてその後野口さん、お願いします。 ありがとうございます。新大使、日本の東南アジアとの関係ということですが、私の理解では、つの主要な柱に日本の4プの戦略の3つの橋の一つは、より深い関係を東南アジアとの間に構築していくということです。ですから、一方で、日本はアメリカとの 同盟関係を強化しなくてはなりませんが、それとともに南にも進んでいかなくてはなりません。そして南の国々、インド、オーストラリア、そして東南アジアとの関係を拡大していくことが必要です。今、米中の主な戦場になっている地域です。日本ではかなり強い関係を東南アジア諸国との間に構築してまいりました。そして、 世論調査によりますと、我々は高く信頼されている東南アジア諸国によって高い信頼を得ているということです。そして、東南アジア諸国はもちろん私が前のセッションでも申しましたように、良い関係を中国との間にも維持したいのです。しかし、だからといって必ずしも。 中国の影響権に入るということではありません。彼らは自らの自立性及び独立性を維持したいのです。ですから東南アジア諸国は強く他国との関係、中学以外のアメリカ、インド、日本などの関係を維持したいのです。例えば過去10年を振り返ってみますと ASEAN は 首脳会議をインド、合衆、その他の権利諸国との間に維持しています。ですから、まだ我々、東南アジア諸国の国の強靭性を強化するのに貢献することができると思います。東南アジア諸国が不当な圧力、 を中国から受けるのに対してそれに抵抗できる基盤となります。また最近ポジティブな影響が見られました。米、日、イン、号その他の東南アジア諸国で志を同じ,する同じにする国々の関与がありました。中国は 中国との首脳会議が行いましたが、ASEAN は中国の2つの求めに対して反対しています。一つは、のキー・ジフミャンマーの将軍を招くのを拒否するということ。また、中国は、 オーカスのアメリカ公衆英国オーカスに関してこれを批判することを求めています。ですから、多くの国々が積極的に ASEAN の分野で関与していますので、今 ASEAN の 中国に対する対応ということで、えー、自信を高めています。ですから、強靭性を高めるために我々としても,もっとやっていかなくてはなりません。岸先生、ありがとうございました。野口さん、どうぞ。はい、ありがとうございます。新エンタご質問ありがとうございます。私の方からは日本の防衛政策についてお話したいと思います。3つの柱があります。まず1つ。 私たち自身の防衛能力を強化するということがあります。今現在、私たちは日本政府の公式な予算、防衛予算を固めているところであります。防衛省は当初7、7%の増額を求めてきました。 まあ、果たして最終的にいくら予算が承認されるかわかりませんけれどもえええ、日本政府が来年度、防衛予算いくらを組むかわかりませんけれども、しかし、いずれにしても防衛能力を強化したいと思っています。今、あの厳しい安全保障環境、を踏まえ北朝鮮、核ミサイル開発、また中国、の この大幅な軍事予算の増加、そして強括によって一方的に現状を変容しようとしている、そして中距離ミサイルを開発し、日本本,本島に 到達できるようなものを開発しようとしている中で我々日本自身の防衛能力、まあ、陸海空だけではなくサイバー、宇宙の能力、また電磁もこれから強化していきたいと思っています。2つ目は安全保障、協力、同盟をアメリカとさらに強化していきたいと思っています。日米安全保障をもっと強化したいと思っています。近く2パス2を開催したいと思っています。 そしてその場で、どのようにして防衛協力を強化し、自由、 かつ開かれたインド太平洋を実現できると話し合います。三つ目、私たち他の国々とも防衛安全保障の協力をしたいと思っています。インドもその中に含まれています。インド、えっとは私たち防衛協力を、えー、共同訓練、またこの防衛装備、技術移転協定の下でも協力をしていますし、そして4カードでの協力もあります。 まあ、菊池先生もおっしゃってましたけれども、防衛省はこの防衛協力を ASEAN アアとも強化したいと思っています。私たちは防衛装備品技術移転協定を3月にインドネシア、そしてまた9月にはベトナムにと提携しています。ですので、このような形で、 アセアン各国を支援して、 き防衛能力を高めてていいいきたいと思ってます彼らの防衛能力を強化を貢献したいと思っています。まあ、そのための防衛装備の移転であります。それからまた加えて、その能力開発も、まあ、人的、また防災、また平和維持活動においても協力していきたいと思っています。ですが、ASEAN はそのように大変重要な存在であります。また最近、ヨーロッパが この非常にインド太平洋に関心を持ってくださっうことを嬉しく思います。今年、いくつかのヨーロッパの軍艦、航空部艦、空母、クイーン・イリザベス9月と共同演習をしましたし、5月には陸海、 アメリカ、フランス、えー、と日本との間で、えーな、日本の南の方でやりました。えー、そしてまた、えー、ドイツのフリーゲート艦、えー、もう11月、えー、バイアルが来ております。えー、そしてそこで、ま、日本、えー、と共同演習を行いました。また加えて、モニタリングの活動。えー、この 北朝鮮に対抗するための取り組みをしております。ですので、このような形で日本自ら防衛能力を強化すると同時に多くの国々との防衛協力を進めております。まあ、最後になりますけれども、岸田首相、総理も日本の防衛安全保障協力を強化したいと考えております。そのために、 新しい国家安全保障戦略を今作ろうとしています。そしてまた、このさらにこの防衛大綱も起草しています。このような文章を作る中で、すべてのオプション、いかなるオプションも、 例えば、この敵地攻撃能力も含めて可能性として含めるということになっております。私たちはこのような形で自らの防衛能力を強化しようとしています。以上です。ありがとうございます。野口さん、ありがとうございます。非常に力づけられるご発言でした。日本が自らの 貿易防衛能力を高めるということで、長いこと議論がなされてまいりましたが、初めて努力を防衛予算というばかりではなく、より戦略、そしてオペレーションの部分にまで中長期的にな形で入れることができるということを嬉しく思いますし、ご成功をき記念いたします。そして さらに、深い協力をアメリカとの間に進めていくということです。協議が拡大しているという側面でございますので。また、欧州のパートナーもこの地域にやってきています。ただ単にその旗を示すばかりなく、実際に関与していくと、実際のエッオペレーションの2回、にか 関与していることです北,北朝鮮の問題もありますけれども、しかし、さらなる協力がこう進んでいくということを期待しています。その中で、常に二国間ということで、も質問があります。どうやって日印の協力を拡大することができるかということです。クローズセッションの中ではあ言及がありました。ただ単に共同訓練ばかりではなくお互い 今、ある合意が形成されつつあるという話でございましたが、希望があります。もっとテクノロジー、技術、その他の移転がなされる、そして両国間でその防衛分野での協力がさらに拡大されることが期待されています。そういううい意味でどうやって 我々の2国間の防衛及び安全保障の協力を拡大していくことができるのかお考えを聞かせてください。ありがとうございます。支え大使、ありがとうございます。先ほどもしましたように、パンデミックゆえに多くの制約がありました。特に陸 共同訓練、また空共同訓練などです。注意深くコロナの状況を見ますと、引き続き議論を行ってまいります。どういうふうにして陸および空分野での共同訓練を再開するかということに関して注意深く検討してまいります。大使からお話がありましたように、 装備品および技術移転に関する協力も非常に重要な防衛安全保障協力の一環であります。そして企業にいくつかの潜在的な協力分野を特定することを求めています。そしててこういった調査・研究を通じて そして民間部門との密接な協力、その連絡によって、どういった協力ができるかということを明らかにしてまいりたいと思います。これが私の発言です。ありがとうございました。ありがとうございます。他に何かコメントありますか参加者の方からどなたか。私の方からあの、よろしいですかあの会場からの質問。 オーカスに関するものが出てきています。まあ、いくつかの部分からなっていると思いますけれども、一つはフランスの果たす役割、オーカスの後、FOIP を実現する上でフランスの役割は何なのか。<laughs> インド太平洋における相互協力においてフランスは適切なパートナーなのかという,ような質問もあります。それからもう一つ、日本のオーカスに対する見方は何なのか。まあ、これはまあ地域安全保障の軍事的な側面がフォーカスされていると思います。まあ、軍事的な指向性が強いと。 見られてますけれども、これは抑止につながるんでしょうか、えー、それともエスカレートにつながっていくのかと。まあ、あのですので、まあ一つは一般の聴取、そしてもう一つは参加者からでしたけれども、いかがでしょう野口さん、お答えいただけますか今の質問。<laughs> それから菊池先生も。<laughs> ありがとうございます。 日本国政府はオーカスイニシアティブを歓迎しています。私たちはオーカスもまた10かつ開かれたインド太平洋につながって思っています。FOIP を達成するためには、いくつかの場、ネットワーク、グループ、 が必要です。クアッド・日米同盟も FOIP に貢献します。また、日 ASEAN アア協力もまた FOIP に貢献します。ですので、オーカス s も歓迎します。ぜひ、このインド太平洋の安全、安定に貢献してほしいと思います。しかし、同時に、フランスの関与、コミットメントもこの地域において歓迎したいと思います。 私が理解する限り、オーカス、えー、とは別に、フランスはインド太平洋に対して強いコミットメントを持っていますし、その点は変わっていないと思います。オーカスによって変わったことはないと思います。フランスはヨーロッパの国ですが、同時にまた、フランスはインド太平洋の国です。えー、領土、えー、島を持っています。 そして EEZ ・排他的水域を持っています。アメリカに次ぐ2番目の大きさを持っています。ですので、この MDA に大変興味を持っています。そして、インド太平洋において、軍事、太平洋軍を持っていますし、そしてフランスは重要なパートナーでもあります。FOIP において重要なパートナーとなっています。 それだけに私たちは引き続き緊密にフランスとフォイプに向けて取り組んでいきたいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。シマル大使、フランス役割についてご発言ございますかかなりよくお話がありました。 フランスの利益が何であるか、インド太平洋における国益が何であるかという説明がありました。2つほどあります。1つ、エッパックにもかかわらず、この膠着合州、そして、そして、インド太平洋に地域における国益というのは、この1つの。 一つの問題ばかりではありません。いろいろな太平洋諸国があります。そして非常に大きな EEZ を持っています。そしてインドにおいてもあります。そして我々と協力をしています。コモロスがあります。モザンビークでも、モザンビーク海峡でも協力をしています。そして中国の。 これらの東アフリカの東海岸に進化をしていることに関しても懸念を持っています。そしてこの分野に地域における中国の戦艦に関しては非常に計画しています。太平洋地域においては中国がますます太平洋諸国において地方を築くことに関して懸念を持っています。そしてその恐れというのは他の国々も共有しています。中国 がえー、その軍、民両用の公安を作るという動きに懸念をしています。長期的には、えー、彼ら、こういった国にコントロールを持つことができれば、アメリカの影響力のある地域をガムの東地域、そしてグアムの西の地域が中国の影響を 県になってしまうそういったことを中国は視野に入れようと思います。そうなると中国は真に拡大していくことができる。より幅広い海洋地域に拡大していくことになります。アメリカにも大きな海,海軍の艦船の数を持っています。そして そして南シナ海とか東シナ海におきまして、そうなりますと最初の連鎖線のところに入ってくるということになります。で、ここで申し上げたい点は直接の答えではないかもしれないけれども、もしそういった事態が発生してしまうと、それは起こると思います。習近平氏が今の道を続けていくということになるとそれだと。 日本の安全保障がさらに脅威されることになります。今は南シナ海とか戦海諸国でまだブロックすることができますけれども、しかしブロックできなくてインド洋にまで入ってくるということになると、現段階では彼らのエネルギーとか貿易が脅威にさらされる、しかし将来には新しい海洋バランスが起こるということになります。 時間はかかると思いますが、そういった状況になります。そうなると、日本のコミュニケーションラインもかされるということになります。だから、そのると日銀がさらに協力をしていかなくてはなりません。だからこそ、将来を見て、日本はもっとフォーカスをインド洋に置いていかなくてはなりません。これまで以上に。そして、インドと協力をする方法を考えていかなくてはなりません。そして、インドの能力を高める上でも支援をしていくことが必要であると思います。 そしてベトナムとかインドネシアに関してもそうです。これが必要なんですけれども、戦略的な点ということはもっと小さいと思います。もっと大きな戦略的には将来の安全,安全保障というとことを考えると、インドを十分注視していかなくてはありません。次の行動というのは、インド洋であると思います。中国は公湾を開発し、 そして施設を使ううということを考えていますこれは彼らの意図に関しては決して秘密ではなく白書にも書かれています。2049年にはアメリカと同じかあるいはそれを超えて大きな大国になろうとしていることを考えています。東アジアの支配というばかりなくてもっと幅広いところにおいて支配をすることを目論でおります。 ありがとうございます。大変興味深い、えー、見解を述べていただいたと思います、えー。聴衆からの質問があります。アフガンに関して、あのチョプラ氏、えー、もおっしゃってましたけども、アメリカがアフガニスタンから撤退した結果、 この力の空白が生まれてしまったインド、ロシアがそこを何とかつけ込もうとしているという見方があります。もちろん、このインドにおいているろいろ懸念がありますが、この質問ですが、日本、そしてインドがそこで何か協力をして、そしてアフガニスタンの問題対応することができるかということです。キカの 側面があると思いますまあインド洋の抑止連携これも一つだと思いますけれども他に何かできることありますかこの生まれた空白に対してアドミル・チョプラアドミラル・チョプラすいませんチョプラチュージョお願いしますアドミラル・チョプラ この今、シバル大使が言われたことに近いと思いますけれども、中国の圧力がこの西太平洋にある中で、日本はエネルギー安全保障に今、あの目を奪われているかもしれません。日本において、 まあ確実にこの海を渡って、環境を構築することが必要でしょう。インドの西にある、この安全保障の問題、これがインド太平洋のきっかけになったことですけれども、この地域、もっと不安定化しています。アフガニスタンの撤退によって不安定化しています。そして、また中国の中央アジアにおける活動。 そして、石油めぐるこの動きなどによって不安定化しています。それだけに、インドと日本が貢献できる一つの方法、まずはこの,このプレゼンスを高めるということが必要でしょう。もちろんアフガニスタン いろんな方法で資金面などで協力することも可能でしょうけれどもあの私たちに対するメッセージ日本は今この西太平洋にフォーカスしているとそしてまだインド洋地域の問題に取り組む用意がないんではないかとインド えー、そのフォイプというコンセプトが打ち出されたときほどではないのではないかという見方もあります。えー、この海上自衛隊、いくつかの空母を展開し、そして、 さまざまなところで共同演習をしようとしていらっしゃいます。まあ、憲法の問題もあると思いますが、えー、しかし、一番いい方法としては、まあ、アフガニスタンではなく、えー、日本のエネルギー安全保障を、えー、助けるためには、もっとポジティブな、えー、関与、えー、この会場の展開、 このプレゼンス、ビジビティを高めることが必要なのではないかと思います。そのようなプレゼンスを高めることによって、この我々が西太平洋で行っているような安定化につながるのではないかと思います。ありがとうございます。シ l a ンの問題、我々の石油の輸入、 中東とか他のところからの輸入でインド洋を通じて越えてそして東南アジアを越えてやってくるとその試練を守るということで中国が拡大的な動きをしているということはいずれも南進と南の方に進んでいますですからここでは強調した努力をして抑止力を高めていくことが必要ですそしてできればもし何か 起こった時には対抗していく実感がなくなってしまいました。この議論は本当に面白いので続けたいところなんですが、ヘマさん、何か他にご発言ございますか終わる前に何かございますかはい。あまり申し上げることはありませんが、一つオーディエンスから出ている質があります。最近のアメリカが、 中国の軍が非常に大きく核兵器を拡大していると、そしてアメリカは中国をその軍縮の議論の場に参加をしてもらおうとしていますけれども、日本はどのように中国の核兵器を増やしていることに関してはいかにお考えでしょうか、これが質問の内容だったんですが。 野口さん、お答えいただけますか <laughs> ありがとうございますち。ちょっとしゃべりすぎのような気もしますが、まあ、確かにいくつかの報告書を見ると、中国が核兵器を増産しているということが言われております。まあ、中国はおそらく唯一核保有国。 この5つの核保有国の中で核能力を拡大していく国だというふうふに思います。まあ、それだけに中国がぜひ交渉の場についてほしいと思います。アメリカ、ロシア、その他核保有国と協議の場に参加してもらい、各軍縮に臨んでほしいと思います。これはこの 核不拡散条約第6条の義務であります。それだけに、私も米中の話し合い、サリバン防衛国防長官と中国のカウンターパート、また習近平を交えたこの協議に注目しています。 えまあこういうような話し合いによってこの戦略的協議が実現し、その中で各軍縮が実現できればというふうに思っています。また合わせて、まあ中国はミサイルの強化もこのいわゆるハイパーソニック超音波。 ミサイル、これもまたあの開発しているということは我々関心を持っています。というのは今現在のこのミサイル防衛システムはこのようなミサイルをこの迎撃することはできません。 核そしてミサイル軍縮の協議に臨んでくれればというふうに思っています。核保有国との協議に臨んでほしいと思います。はい、ありがとうございます。少しだけよろしいでしょうか、どうぞ。具体的な質問に関連してですが、アフガニスタンに関して、もうすでに多くのメカニズムがあります。 インドは深刻な形で交代がありました。なぜならばアメリカが行ったことを言えです。それからまたロシアのポジションに関しても、タリバンに対するポジションでも難しい状況があります。そしてパキスタンとの軍事的な関係もた高まってきています。パキスタンにもっと協力をしてもらおうと、アフガニスタンに協力してもらおうということです。しかし、 アフガン政府政権が崩壊しました。そしてタリバンが抵抗なしにそこに行きましたので、このことが大きな問題になってきています。この将来、アフガニンの将来に関しての戦略を追求する上で難しくなってきます。で日本に関しては、日本の考えが何であるかが明らかではありません。パキスタンとか、そして、 国際的なテロとの関係、そしてどのくらい先に進んでいこうとしているのか、大きな圧力をパキスタンに明確にかけていくか、テロリストの戦略に関して、この地域でかけていくかということです。日本はテロからは安全な状況にありますけれども、我々はそうではありません。でも、日本とインドがもっと深い戦略的なパートナーシップを構築することができれば、そしてもっとギブアンドテイクというのがインドの。 安全保障にとって重要な点に関して出てくると思います。第2番目に時間がなくなってきています。中国は非常に4カ国の反応というのは遅いんです。非常に多くのいろいろ考え直したりとか、それぞれの4カ国において政策を作るときに時間がかかっています。で、中国はどんどんその間にも強くなってきます。だから、我々のオプションが限られるようになってきています。 アメリカに依存すると、確かに引き続きアメリカに依存しなくてはなりませんけれども、ある点を超えてはできません。だからインドと日本が独立の国益を持っています。いわば中間的な国としての立場にあります。あまりにも過度にアメリカに依存してはなりません。我々の関係を活用していかなくてはなりません。そして彼らもアメリカもバーデン主義に求めていますから。 バードングシェアリングの一部分ということで、だかインドと日本がやっていくことが必要だと思います。以上です。ありがとうございます大使。あのインドがあの懸念十分承知しております。パキスタンタリバンそしてまたテロ。 が復活するるではないいかかととう懸念ががあること分かっております我々そういった中で、どのような形で、この新しいタリバン政権と関わるか、課題だと思います。ですので、人道的な支援も含めて、支援を考えていかなくてはいけないと思います。これからいろいろな面において、インド政府と調整を図り、連携をしていかなくてはいけないところがあると思います。ヘマートさん、何か他に何か取り上げたいことありますか あの一つだけ締めの言葉がありますけれどもあの、そちらから先にどうぞ、私は先でも構いませんけれども。If others are not really. 他の方々が他に問題提起をされないので、あれば、私も締めていいと思います。ヘマットさんからどうぞ。はい、あの短く3つ,3つだけ申し上げたいと思います。 フォイプ、えー、そして、えー、このクワットの話まあ私たち日は、えー、この、えー、西太平洋なのかインド洋か明確にすべきだと思いますこの二国は、えー、この、えー、ルーに基づく地図上、えー、そして、えー、この すべての海、皆さん周辺のすべての,この海に共通する課題であり、グローバルコモンズも考えていかなくてはいけないと思います。それからもう一つ、私たちはすべて私たち包括的な力を構築し、経済的にリジリエンス、防衛能力、 など強化をしていかなくていけないことは理解していますけれどもいかに連携するか一緒になって協力をするかそういった習慣をつけるかこれはこれから現実にしなくてはいけないと思っていますそしてそれは我々のこの2国間のこの戦略的特別な戦略的パートナーシップにふさわしいと思いますそれからもう一つこの この今話し合った防衛能力など、特に東南アジアの懸念などを考えた場合、重要だと思いますけれども、クアッドにはもう一つ課題があります。共通のビジョンがありますけれども、しかし見方は様々です。さまざまな同盟とインドの 戦略的に理解。そしてそれぞれが持っている戦略的な思考性、違いがあります。一方は太平洋、もう一方はインド洋と違いがあります。ですので、それだけに、クワッドの各メンバー、こういった違いを何とか埋める努力が必要でありましょう。これでギャップの橋渡しができればできるほど、私たちはより強い抑止力になると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。 おっしゃるとおり、新さん対市の発言に私も合意します。これから何年かの間に日印の協力の重要性が増えていくということは明らかでありましょう。我々自身の安全保障ということばかりではなく、この地域全体の安全保障という見地からです。何年も前に日本の方は、 インドがいかに日本を助けてくれたかということを覚えていらっしゃると思います。あ I would say down after the end of the war and 戦後に非常に苦しいとに助けてくれました。忘れてはいけませんインドがいかに、我々をサポートしてくれたかということを忘れることはありません。ですから、その伝統に基づいて、将来に何が起ころうと、我々は非常に良い。 ベースである人と人の感情ということで、良い土台があります。お互いの気持ちを分かると。その気持ちの精神のもとで皆様にお礼を申し上げたいと思います。そしてオーディエンスの皆様、ご参加ありがとうございます。そして質問を出してくださってありがとうございます。もっと話をしたいんですけれども、時間が来てしまいましたので、以上にしたいと思います。ありがとうございました。以上でこのセッションを終了いたします。ありがとうございました。